二期兄弟シリーズは、二エ悦子による日本の推理小説のシリーズ。二エ悦子という太郎。この推理好きの兄弟が素人探偵として様々な事件に関わり、それらを解決していく。原則として、悦子の一人称で綴られているが、青い航路は第三者の一人称になっている。江戸川乱歩賞受賞作、猫は知っていたに橋を発するシリーズだが、 同作が刊行されたのは1957年11月であり、初出順では同年7月に発表された短編、黄色い花が第一作となる。以後1962年まで断続的に発表された後一旦休止。1969年に再開し、1983年まで新作が発表された。休止期間を挟んで前期と後期に対別でき、 物語上の時系列も概ねその通りに区分できる。以下は後期のみの登場。1996年、日記兄弟長編全集、前2巻に前長編を収録。1999年、日記兄弟の探偵簿、前2巻に緑の航路を除く、全短編を収録。2009年、ポプラ文庫、ピュアフルより、日記悦子作品集を、 観光開始。期間5巻中4巻に本シリーズを収録している。AB、黄色い花よりポプラ文庫、ピュアフル、私の大好きな探偵 P7、林の中の家より、ありがとうございます。